はい。今回はですね、脳卒中肩麻痺に対する体幹トレーニングということでやっていきたいと思います。はじめにこの動画はあくまでも試験ですのでご了承ください。というわけで今回の疑問としまして、まあ、臨床上脳卒中肩麻痺の方で体幹が弱い、体幹の出力がとかっていうふうに表現することが結構多かったりするんですけれども、まあそれってどんな状況なのかとか、まあその体幹に対する研究 で、まあ、どんなのがあったりするのかなというところから始まっています。で、まあ、体幹というと、まあ、脳卒中、肩麻痺患者さんにおいては、体幹っていう言葉は毛様体脊髄路が復活されるみたいな文脈で、えー、話されることが結構多かったりしますよね。要は神経機構、神経系の働きによって。 もうやって積頭炉が復活されてコアスタビリティがなんたらかんたらみたいなことで言われることが多かったりして結構ニューローサイエンスの部分で、まあ、そちらからの文脈で語られることが結構多いかなというふうな印象もあります、まあ、それに付随して APA とかっていうところで、まあ、非常に重要な役割を話してしますが、まあ、今日はそ,そういう話ではなくて、まあ、積極的にこう あのまあ、逆に言うとですね積極的に体幹に対して筋トレをしていくみたいな介入って実は意外と少ないように感じているんですよね、まあ、脳卒中かたまりの方に,とっに早期からガシガシ体幹の筋トレをやろう。 いう風にやってる人ってなんか意外と少ないように感じたりもしていてまあ、そんないろいろな臨床の疑問からまあ、ちょっと文献をね色々いくつか読んでみてまあ、ちょっといいのがあったのでまあ、それを紹介させていただきたいと思いますで最後にはですねまあこの文献を読んで僕がじゃあ臨床に実際に活かすためにはどうしたらいいんだろうっていうまあ、具体的な話もしていますのでよかったら最後までですねご覧いただければと思いますでこちら今回の 引用参考文献はこちらになっておりますので、まあ、こちらあの読んでいただければと思います。で、こちらの文献はですね、まあ、あの、メタ分析になっているので、要は目的と方法を、まあ、ざっくり紹介します。体幹トレーニングが体幹のコントロール材、在位、位、バランス、モビリティに及ぼす効果を調査することというところで、まあ、パブメモドとかメドラインとか、まあそういったところから検索して、えー、文献を抽出してっていうところで、 まあ、脳卒中後のバランスと高校に対する体幹エクササイズの効果を調査した RCT を対象にしていると。で、4人の作読者が独立シスクリーニングを行ってデータ抽出とペドロスケールによるバイアスのリスクを評価を行ったと。で、意見の相違は5人目の独立した作読者もいりますよって話と、まあ、結果は定量的に記述するためにメタナリシスを行ったといったような、まあ、メタナリシス、メタ分析を行っているっていうような文献になっております。で、結論。 としましまては、まあ、脳卒中の患者さんにおいては体幹トレーニングは体幹のコントロール在・立位バランスモビリティを改善できることを示すエビデンスが存在するっていうような、まあ、これざっくり言うとなんですけど、まあ、こんなような結論になっていて要は体幹トレーニングっていうのがまあ結構効果的だったよ体幹のコントロールとか在・立位バランスとかにもすごく効果的だったよっていうような結論になっているわけですね。 ま、この辺はですね、詳しくはその文献の方を読んでいただければと思いますが、まあ、今回、えー、この文献を読んで、じゃあ自分の臨床に活かすためにはどうしたらいいんだろうっていうところを考えたときに、まあ、今回の文献はですね、メタ分析なので、まあ、体幹のトレーニングはやっぱりとりあえず効果あったよって話なんですけれども、まあ、体幹に対するトレーニングに関しては、まあ、過去にもいろいろと僕文献を読んで、えー、きました。まあ、この動画の僕のチャンネルの中でもですね、脳卒方肩、非体幹とかで、えー、あの検索してもらえれば、 いくつか動画にもまとめてあると思うんですけれども、まあ、そんな中でですね、やっぱりシンプルにサイドブリッジとか、背外で行うような体幹の筋トレとかも結構効果あるよとか、歩行速度と還元してるよとか、まあ、いろんな文献がありましたね。やっぱり家電思考的に筋トレやった方がいいっていうのも多かったですけれども、意外とこうサイドブリッジみたいな、なんかこう、いわゆる一般的な コアトレみたいなやつも結構効果あるよねみたいな話もあったりしてまあいろいろあるんだなっていうところはあってまあこうねよくこう肩まひの方に筋トレやっちゃダメみたいなと,とか腹筋運動は腹直筋ばっかり鍛えちゃうからあんま良くないよねとかっていう意見もあったりしますけれどもまあ 一方でやっぱり効果があるっていう文献も多いので、まあ、筋トレはね基本的に効果あるっていう文献が多いと思うんで、まあ、今回読んだ文献においてもですね、まあ、ある程度エビデンスがあると示唆されているので、まあ、あの今後もですね適切に評価しながらやっぱりこの体幹に対する筋トレっていうのは あの自主練も含めてですねあの取り組んでいければいいのかなと思いましたというわけで、えー、今回はですね体幹に、えー、対するトレーニングってどうなんだろうって話からあの考えていきました、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました失礼いたします